はい。皆さん、こんにちは。ワンダルクルビジです。では、今回は、ハーツオブアイアン4、都道府県モッド、プレイをしていきたいと思います。ハーツオブアイアン4はね、いくつか、大型のモッドが出てると思うんですけども、そのうちの一つ、今回は都道府県。これをね、国に見立てて戦っていくモッドでプレイをしていきたいと思います。早速、プレイの始めていきましょう。過去に何度かね、この都道府県モッドはプレイしたことがあるんですけども、今回はですね、将軍、をさらに追加したモッドを入れて、予想も新たにプレイをしていきたいと思います。じゃあ、どの将軍が追加されたかっていうのをね、後ほどご紹介するとして、早速国家選択画面、どの都道府県を選択するかというのをね、決めていきたいと思います。今、主だったね、首長さんが出てますけど、まあ、例えば東京であれば、小池さん。旬なところで言うと、愛知県のね、今いろいろお騒がせ、なってますけど、大村さん出てますね。高須委員長がね、なんかリコールするみたいな騒ぎになってますけどね。あとは大阪の吉村さんなんかもいますね。で、今回僕が選ぶのは、こちら、千葉県、森田健作さんでいきましょう。まあ、僕はね、千葉県船橋市に在住してるので、今回ね、この千葉県を選んでいきたいと思います。森田健作さんもね、去年かなんかの台風被害の時に、下手をやらかして炎上してましたけど、このゲームの中ではね、ちょっと後ほどご紹介しますけど、森田さんには早々に消えてもらって、帝国制を敷いていきたいというふうに思ってますので、まあそのあたりもね、この後ご紹介していきたいと思います。では歴史の概要ですが、千葉の人口は都道府県内6位を誇り、千葉の広く平坦な土地かつ長い海岸線を持つ土地は広大な果樹地面積を提供し、農水産業を促進させ、巨大工業地域の中枢を形成させてきた。ここまで裕福な県は他にないだろう。しかし千葉県民は満足などしていなかった。所詮は隣国、東京にはかなわないのだ、となってますね。まあ確かに東京寄りの、例えば市川とか浦安とかはね、まあ住宅街が広がっていて都会的な雰囲気も出てますが、一方で、外房内房とかに行くとね、のどかな雰囲気が広がっていて、まあそのギャップも魅力の一つなのかなというふうには思います。東京の国土など千葉に比べれば大したことはないが、県の施設の多くは東京を名乗ろうとする。はは。栃木、茨城へ優越感を抱き、埼玉との不毛な参院争いを続ける地が回った。東京、神奈川、ついでに埼玉を打倒し、関東1位の座へ動き出すのだ。これはね、もう偶の音も出ないですよね。最たるものが、東京ディズニーリゾート。まあ、これはね、千葉県浦安市になりますけども、東京ディズニーリゾートと名乗っちゃってますしね。あと僕の住んでる千葉県船橋、ララポートあるんですけど、そのララポートもですね、東京ベイララポートなんですね。ここにも東京を名乗っちゃってるっていうね。もうここは的を射すぎているなっていうところなんですが、今回はその千葉県でプレイの方をしていきます。難易度は一般兵で進めさせていただきます。では早速プレイの方始めていきましょう。最初に国家方針ですね、確認しておきたいと思います。今回、国家方針ですけども、まず大きく帝政と民主政2つに分かれます。これはもう二者択一なので、どっちかを選ぶしかできないんですけども、今回は帝政を選びます。帝政を選んだ後は、龍ヶ崎で領土主張して、強制的に茨城県から領土を一部割譲させます。そしてその後は茨城の運命。これは茨城県に対して宣戦布告できる国家方針になりますので、ここまで一気に進めていきます。ただですね、この茨城の運命のところ、ちょっと画面ね、字面小さいので見づらいんですけども、前提条件として30K、軍をね、展開しておかなきゃいけないと言って、これ結構最初ね、苦労するところなので、30K 展開するまでの間はですね、この京葉工業地域の食品加工工業から始まる一連の工業ツリーを進めていきます。これで、まず軍需工場を1つ、2つと、順々に獲得した後、研究枠をね、獲得していこうというところになっています。では、早速始めていきましょう。最初に研究枠ですね。研究枠一番最初に支援火器の1を入れます。そして、今1にも2にも生産して、軍に武器をばらまきたいので、生産の研究を。そしてもう1個は研究度、電子工学を入れておきます。で、冒頭お話したですね、
将軍の追加なんですけども、ご覧のようにミッキーマウスがね追加されてるんですね。以前プレイした時はミッキーマウスが追加されていない状態でプレイしたんですけども、今回新たに追加のモッドを入れて、各県に、将軍、まあ主にゆるキャラだと思うんですけど、追加されたねモッドで、プレイをしていきます。でフナッシーはですね、訂正にこの後移行すると消えてしまうんですけど、最初からカリスマを持ってるっていうね、そういう将軍です。でミッキーもですね、実はカリスマ持ってます。でこのカリスマっていうのは、まあ、例えばなんですけど、将軍から元帥にならないとそもそもカリスマ持てないんですね。これ元帥特性なんで、まあ、そういう意味ではこの最初から元帥になっているね、ミッキーが追加されてるっていうのは大きいかなというふうに思います。ではこれで、プレイの方していきましょう。で続いて師団の編成なんですけども、まだ陸軍の経験値全く溜まってない状態なので、このままデフォルトの陸上自衛隊施設部隊、これをね、用意していきましょう。5部隊ずつ入れていきます。これ多少無理をしている理由がありまして、訂正に移行するための国家方針なんですけど、これ見ておくとですね、茨城の運命行くときに冒頭お話した通り 30K 軍を展開しておく必要があるんで、とにかく今軍の数をね、どんどん増やしていかなきゃいけないという状態です。まず訂正に移行します。で足りていないアルミは一旦埼玉から輸入をしておきましょう。でポイントになるのが、ここの徴兵と配備の画面なんですけど、今お話したようにとにかく軍を早く展開したいので、補充だとか更新だとかに関しては優先度を下げて、新規に配備する部隊への武器の更新を多くします。これで、新兵に武器が行き渡る速さが変わってきます。で生産のラインなんですけども、一旦航空機系は全部消します。航空機を消してその分を歩兵装備に割り当てていきます。これでちょっとでも多くね、ちょっとでも早く兵を展開していこうと、まあそういう目論見です。ではこの後工場の建設を進めて時間を進めていきたいと思います。はい、群馬帝国爆誕ということで、我々千葉県に先駆けて群馬が帝国制に移行しています。群馬帝国はですね、まあ、ハーツオーバーエンオーでいうところのドイツに近い国家になっていますので、この後どんどん勢力を多分拡大してくるんじゃないかなと思いますので、この群馬帝国にねついていこうというのが、まあ、我々千葉県の基本的な戦略になります。なのでこのまま帝制に移行を進めていきましょう。で今のですね、我々のこの師団編成なんですけども、人的資源が900なんですね。で茨城県に宣戦布告するためには 30K 師団を用意、軍の兵を用意する必要があるので、これをね大量に32、3用意しなきゃいけないっていうところですかね、用意をしていくために今時間を進めています。今千葉県の方は訂正をね、国家ツリーとして採用しました。これで訂正に反対する人たちと訂正に移行する人たち、まあ、これ具体的に言うと森田健作さんの一派と最強一郎っていうね、架空の人物、訂正に移行を進めてる最強一郎さんっていう架空の人物との間で、まあ、千葉県で内紛が起きてるという状態です。なんでこの内紛をねまず収めていきます。サクッと収めて、これで完全に訂正へと移行を進めていきましょう。どうやら敵はというかね、民主制を進めようという人たちはこれを見る限り船橋に拠点を置いてますね。僕は千葉県船橋市在住なんで、なんとも感慨深いですね。ちなみに
市川とかはちょっとないんだな。京都は共産党が勝利ということで共産化されたみたいですね、京都は。船橋の先にある市川とか浦安はちょっとここでは反映されてないみたいですね。で、これ見てもらうと、船橋で成田空港も羽田空港も同じぐらいの距離にあって、まあ、いい面も悪い面も両方あるっていう感じなんですよね。どっちの便も選べるっていうのはすごく大きいんですよね。時間がね、自分の時間で選べる。まあ、例えば、成田便しか選べない成田方面に住んでる人だと、どうしても羽田まで行くの億劫だからっていうことで、必然的に成田離発着の航空機しか選べないと思うんですけど、まあ、これがね、どっちも選べるっていうのはすごくいいんですけど、逆に船橋はどっちも微妙に遠いっていうね、成田も遠いし、羽田も遠いしっていうところなんで、まあ、いい面悪い面本当に出ちゃってますね。まあ、今だとちょっと飛行機ね、乗って海外旅行なんていうことはなかなか行く雰囲気、チャンスないですけどね。まあ、そういう機会が早く来てくれたら嬉しいな、というふうには思います。今、敵をね、一気に壊滅させようという動きをしています。まあ、できるだけ早く内戦は終結させて、次のステージへと上がりたいですからね。で、国家方針なんですけども、この後は、一度、龍ヶ崎に対して、領有権を主張して、強制的に奪い取りましょう。茨城県在住の方ね、ちょっと気悪くされるかもしれないんですけども、まあ、ゲーム上ということでご了承ください。で、まあ、ちょっと海外旅行行けない中ではあるんですけどね、今、やっぱ海外の方も結構ね、観光業とか苦しいみたいで、僕がよく遊びに行ってるタイのバンコク、ゴーゴーバーで、一番好きでよく行っていたゴーゴーバー、レインボー2、通称虹にっていうところがあるんですけど、そこもね、閉店してしまって、虹に、レインボー2っていうお店で、ゴーゴーバーに勤めていた女の子たちは、レインボー4っていう系列店の方に移籍させられたみたいですね。でね、レインボー2で勤めていた女の子は、レインボー4に関して言うと、まあ、新参者ですよね。そうなって、何が起きてるかっていうと、レインボー2の女の子がレインボー4で、トップレス組、トップレスターンの方に回されてるようで、なんかトップレスでね、踊らされてるみたいですね。まあ、ちょっとね、ぜひ、ちょっと遊びに行きたいなと思うんですけど、なかなか難しいですね。という話をしていると、船橋条約が成立して、民主派を一掃できました。これで完全に訂正に移行です。この後は、茨城県との戦いに備えて国境沿いに軍を展開しておきましょう。まあ、ただ、まだまだね、時間がかかるので、この後は内政をしつつ、このまま軍の数30系まで増やしていきたいと思います。バンコク行きたいなぁ。湘南市ということで、神奈川県平塚、藤沢、茅ヶ崎、あとは高座郡って読むのかな、高座郡なのかな、寒川町、云々観音が、大規模な合併を行い湘南市が誕生したということですね。まあ、市町村のね、統廃合も多いですよね、今ね。あとは山梨リニア実験線の全線完成。まあ、このリニアの話も、コロナになってしまって、まあ、リモートワークとかね、そういうことが多くなってきている今の実情を考えると、ちょっと微妙かなって個人的には思うんですよね。というのも、今まで出張でね、例えば大阪によく行ってましたとかっていう人たちが、もうリモートで済ませましょうとかっていうことになると、まあ、リニアでね、早く大阪、東京間移動できるっていうメリット、これはすごくあって、一定の人たち、一定の割合でね、恩恵は出ると思うんですけど、今までみたいに人の往来がね、多くあるかというと、ちょっとこの先、そういう文化というかね、そういう社会にはならないんじゃないかなって、ちょっとね、懸念は持ってます。はい。岐阜県の身売りイベントが発生してます。岐阜県は近年財政が危機的な状況であることが発覚した。これ岐阜県在住の方は事実なんですかね。急激な財政悪化に対処するため、岐阜政府は領土の多くを売り出し、当面を過ごそうとしていると。これ具体的にどういうことだろう。岐阜県の領土が減ってるってことかな。なんかそんな風にはパッと見えないですけどね。もしかしたら、愛知県とか福井県とか富山県、長野県、
石川県国境を接しているところに、身売りというか一部渡しているのかもしれないですね。あとちょっと面白いのが、これ兵庫県、ヒューゴスラビア連邦共和国に変わってますね。あと京都も、京都独立共産主義人民共和国に変わってる。まあ、我々千葉県もね、帝政千葉に変わってますからね。あとは群馬帝国。まあ、少しずつ動いてきたなという感じがします。ここで陸軍の参謀を入れておきましょう。手段攻撃 10% のボーナスを得ておきます。で、先に、研究枠ですけども、生産量を増やしたいので、集中工業の1、これで工場の出力プラス 15%、さらに全州の最大工場立地数 20% を得ておきます。軍需工場を増やして、生産数も増やしてっていうところですね。で、過酷な通勤風景。大都市周辺の通勤ラッシュ時間帯の列車は常に人で溢れている。僕は千葉県船橋市に住んでるんですけど、結構きついですね。で、普段は総武線を利用してるんですけど、まあ直行したりするときにね、東西線を使うことがたまにあるんですけど、東西線がね、本当に朝の通勤時間帯やばいですね。東西線のやばさはすごい。で、列車の運行本数を増やす。女性専用車を設ける。男性と女性それぞれの専用車両を設ける。これはね、もう単純に列車の運行本数を増やしましょうよ。静止力150使っちゃいますけど。ちなみに、女性専用車両を設けると人的資源がマイナス5000。で、男女と別々に専用車両を設ける。これ静止力プラス 50%。 いや、これだ。今は政治力が欲しい。本当に男性しかいない車両に乗り込むっていうのもなかなかきついけど、今はもう政治力を優先しましょう。今政治力が欲しい理由としては、この後戦争に備えてですね、まずは、この歩兵部隊、後藤さんを入れて、歩兵手段による攻撃プラス 10%、防衛 15%、このボーナスが欲しいので、政治力を取って、男女で別の車両に乗り込むっていうね、苦行を選択しました。では、次に、国家方針ですけども、先に慶応工業地域の食品工業を入れておきます。これで、建設スロット1、民事工場1が追加されます。本来だったらですね、早々に茨城県に宣戦布告して茨城攻めをしたいんですけども、その条件である、ちょっと画面ね、小さいと思うんですけども、前提条件として、フィールド上の手段の人的資源30系以上、これがまだ満たせていないので、これが満たせられるまでの間、国家ツリー待たせるともったいないので、違う国家ツリーを進めておきたいと思います。さあ、龍ヶ崎を獲得しました。これは国家方針によるものですね。これで、茨城に対して、領土を一部強制的に割譲させたという状態です。まあ、先ほどお話した通りですね、今は兵数をただひたすらに増やしたいので、装備がままならぬまま、訓練もろくにされないまま、とにかく前線にね、送り出す、配備する、軍を投下するということから、ご覧のように補充更新作戦駐屯部隊への装備の補充は一番低い低に設定して、新規に徴兵している部隊への装備のね、支給を最優先しているという状態で、ご覧のようにどん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 兵数をひたすら増やしてます。で、これ 30K に達した時点で、国家方針で茨城県への宣戦布告が可能なものを選択して、早々に戦争を仕掛けます。で、これはなぜかというと、時間が経てば経つほど茨城県の方も軍がね、強くなっていってしまう傾向にあるので、まあ我々の方がね、師団の中身は別にして兵数が多いので、ご利用しで茨城県を倒せるうちに倒したいということからですね、ここは急いでいるという状態ですね。ダ埼玉からの脱却、垢抜けない埼玉県民は関東他県からの嘲笑された、嘲笑されてきた。いや、そうなのかな。埼玉は強い東京志向を改め、東京を仕事の場、埼玉を生活の場と割り切り、埼玉の良さを再確認することを決定した。これ別に埼玉に限らないですよね。僕もね、千葉県船橋市から
都内の方にね、通勤してますからね。まあ、多くのね、人はそういう人が多いんじゃないかなと思いますけどね。では、まだ、30系師団編成できていませんので、この次は、軽洋工業地帯の化学工業を選択して、軍事工場1のスロットを手に入れて、軍事工場1を手に入れておきたいと思います。で、さらに、お話してた通り、歩兵部隊、後藤さんを参謀として雇いましょう。はい。軽洋工業地域の化学工業が完了してます。これで軍事工場1つ手に入れています。で、師団の方もね、30系に到達してますので、茨城の運命を行います。これで戦争目標として茨城に対して併合を手に入れられるので、即時宣戦布告が可能になります。それまでにちょっとでもね、軍を強化しておきたいと思います。で、ふなっしーはですね、千葉県で民主主義と帝国制で内紛が起きた時にすでに消えてます。ふなっしーはね、帝国制には従えないということで離脱してしまっているので、ゆるキャラ的な将軍でいうとこのチーバくんとね、ミッキーだけになってます。千葉県だとチーバくんが、まあ、いわゆるオフィシャルな、まあ、公認キャラクターになってるんですけど、ふなっしーは船橋市、千葉県船橋市の非公認ゆるキャラなんですね。じゃあ、千葉県船橋市の公認ゆるキャラって誰だって話なんですけど、これ、船えもんっていうのがいるんですよ。船えもん。千葉県船橋駅の駅前にあるセブンイレブンなんかには船えもんコーナーとかちゃんと用意されてるんですけどね。おそらく各市町村、一定規模のところであれば、ご当地キャラみたいなのがね、いると思うんですよね。まあ、この発売法、都道府県元の中に実装されているのは、そのほんのごくわずかだと思うんですけど、僕がもしモッドを作る力、才能、努力、できれば、ゆるキャラの数をね、もっともっと増やして、ハーツオワンやほうのね、ゆるキャラ対戦とかいう形でできても、それはそれで面白いのかななんてね、すごく期待しちゃうんですけどね。まあちょっと自分ではできないんで、本当にもう期待することしかできないんですけど、もうぜひね、これモッド、特に都道府県モッドを作ってる方ではなくて、都道府県モッドに対してさらにゆるキャラ、将軍をね、追加するっていうモードを作ってる方がいらっしゃったので、今回はね、そのモードを、さらにね、追加させていただいてるっていう内容になってるので、ミッキーが追加されてますね。では、政治ポイント溜まってますので、佐藤浩市さん、陸軍の再編成で、師団回復率プラス8%、これを新しく司令部に入ってもらいたいと思います。この後すぐにね、茨城県との戦争が始まるので、今戦争重視の政策、これをね、採用していっているという状況です。ホワイトからエグゼンプション。日本は単価当たりの労働効率が諸外国に比べて低いと言われている。まあ、これはね、激しく同意しますね。何が一因かというと、これね、お客様がね、うるさいんですよ。細かいんですよ。もちろん、うるさい、細かい、そういう指摘が必要な仕事の内容もいっぱいあると思います。いっぱい。それをやらなきゃいけない仕事もあると思います。ただ、そうじゃない内容も含めて、もうとにかく全てが細かい、うるさいってお客さんが多すぎて、チェックしたり、二重三重チェックしたり、手戻りが発生したりとかっていうのがね、本当に多い。で、それを防ぐための会議がまた多い。これがね、本当に非効率だと。僕はね、個人的には思ってます。もちろんそういう、確認、チェック必要なね、職種であったり、仕事の内容であったり、いっぱいあると思うんですけどね。この一因に残業代を得るために、だらだら仕事を これね、どうなんだろう。ちょっと僕は、外資系の企業2つしか知らないんですね。転職1回して、外資系から外資系しか知らないんですけど、ある一定の役職に就くと、そもそも残業代がもうつかないですよね。みなし残業になりますよね。なので、僕はどちらかというと、もうだらだら会社にいるよりかは、もうさっと仕事して、さっと帰りたいタイプです。
で、このダラダラ残業を改善するために政府は残業代なしに労働者を働かせることができる法律を導入しようとしている。これみなし残業ですよね。しかしこの法案は過労死を促進させるとして国内では激しい反対論が渦巻いている。まあ、これすべての人がその専門職というかね、そのみなし残業を待遇にするっていうのがいいとは僕も思わないので、まあこの人はこう、この人はまだとかね、あとは職種によってとかそういうのを決めればいいんじゃないかなと思うんですけどね。3つ選択肢あるので見ていきましょう。みんな早く仕事を終わらせて帰るようになるだろう。ただこれ生産効率の条件がマイナス 5%70 日間。なかなか痛いですね。低賃金で長時間労働を強いられることになる。安定度の基本値がマイナス 1%。これも痛いな。長時間労働を規制する法案と合わせて導入すればいい。これが一番いいよ。政治力の獲得がマイナス 2%。しばらく政治力がちょっと60日間少なくなるものの、これにしましょう。これがね、一番理にかなってますよね。まあ、長時間労働したい人なんでね、誰もいないでしょうし。はい。では、待ちに待った茨城県への併合目的の宣戦布告。これを行っていける状態になりましたので、やっていきましょう。国家方針はその間はですね、この研究枠を獲得するための施策の方に移っていきます。では、茨城県に対して宣戦を布告していきましょう。併合。で、今、同盟国特にいませんので、このままいきます。あわよくば、同じ訂正を取っている、群馬帝国がね、我々に味方してくれたら嬉しいかなと思います。では、大軍をね、送り込んでいきましょう。このために、多くの兵を徴兵してきたので、飲み込んでいきます。お、群馬帝国から義勇兵を派遣してくれる。これは受けましょう。できれば、水戸まで一気に侵略して、かつ、このね、茨城県全土を我々の領土として割譲させたいですからね。まあ、ここは傀儡国とかではなくても単純にそのまま、取りたいと思います。ね、一応ちょっと今ね、戦ってる最中、しょうもない話をすると、バンコクとか、まあ、海外旅行を含めてなんですけど、当分行けなそうな感じですよね。まあ、年内は本当に無理なのかな。で、まあ、冬になって、まあ、秋になって冬になってということになると思うんですけど、そうなるとどうなんでしょうね。ワクチンはまあ、来年の6月ぐらいっていう報道が一部なされてますけど、まあ、仮に6月だとした場合、当然この秋冬はね、ワクチンなしで過ごすことになると思うんですけど、秋になるとね、季節性のインフルエンザとか、まあ、風邪なんかもね、やっぱり秋冬のが多いイメージありますけど、コロナがね、また増えてくるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、皆さんどうですかね。またコロナが増えてくるとね、ちょっと厄介ですよね。まあ、個人的にはそのコロナが増えて、困ることといえば海外旅行に行けないっていうぐらいなんですけど、まあ、食事、仕事に関して言うと、まあ、正直言うと、在宅勤務、今ずっと続けてるんですけど、在宅勤務むちゃくちゃ快適なんで、このまま在宅勤務でいいなっていう感じはしてるんですけどね。まあ、ただ、ね、海外旅行にも行けない、どっか遊びに行くのも、ちょっととかってなるとね、またそれはそれで微妙ですもんね。まあ、なので、ワクチンをね、早く、まあ、すべての人に、まあ、日本だけじゃなくて、オリンピックとかも考えると、6月だとちょっと遅いかなって思うんで、アメリカだと11月とかですかね、一部報道だと。まあ、アメリカで11月、中国だともう始まってるなんて報道もありますけど、そういうのも踏まえて、オリンピックをやるんだったら、年内に、もう世界中で、ワクチンの接種を始めないと、多分、無理だと思うんですよね。そこが本当にちょっと微妙で悲しいところですよね。オリンピックはやってほしいなと思うので。さて、茨城県降伏させています。茨城県はすべて、我々の領土として割譲させましょう。はい。
ご覧のように訂正千葉が茨城県まで全て飲み込みました。茨城県ので、方は気悪くされたら本当に申し訳ないんですけども、ゲーム上のお話ということでご了承ください。というわけで、今回からね、この都道府県元でプレイをガンガン進めていきたいと思いますので、ぜひ興味ある方、次回も楽しみにしていただければと思います。今回はここまでにさせていただきたいと思います。